女子バレーボールの日本代表として活躍した迫田さおりさんによるバレーボール教室が正木町で開かれました。このイベントは県バレーボール協会と丸大食品が開いたもので、県内のバレーボールチームに所属する小中学生などおよそ100人が参加しました。講師は女子バレーボール元日本代表のスパイカーで、2012年のロンドンオリンピックで28年ぶりの銅メダルに輝いた迫田さおりさんです。迫田さんはレシーブやオーバーハンドパスなど基本の動きを指導。体全体でボールを捉える大切さをユニークな方法でレクチャーし、子どもたちも楽しみながら基礎の大切さを学んでいました。